突然変異した不気味な動物たち、顔が怖い。キモかわいいじゃんね。言っとる場合か。3人は無事に脱出できるのか。彼の名は赤羽。転送完了です。なんじゃ夜の動物園か。気を引き締めていきましょう。時空警察特殊機動隊、通称巻き戻し。あれ、いないな。何探しとるんじゃ。今回の任務は2人なんです。ずーずー。あ、いたいた。何を寝てるんじゃ、あんこ。は？夜は寝る時間だって教わっただろ、おやす。何を言ってるんですか。あんこさんは昼間も寝てました。彼女はあんこさん、同じ巻き戻しだ。こんなやついなくてもわしだけでなんとかなるわ。ふぅ、眠いっぺ。幸先が不安だ。こんな二人で今回は任務クリアを目指します。しかしその時だった。ぐにゃ、いやー、うんこ踏んだ。なんで檻の外に踏んが。すすす、ミステリーだね、赤ちゃん。その呼び方やめろ。なんかすごいガキンチョ扱いされてるみたいじゃ。しかし巻き戻しはたとえこんな状況でも右目のタイムマシン、リトライアイを使えば。くっせー、リトライ。時間を巻き戻し、やり直すことができる。なんであんなとこにうんこが。動物が脱走でもしてるんじゃないかな。あんこさん、意外といいとこついています。今回の任務はこの動物園で命を落としてしまうシンジさん、8歳の救出です。ターゲットは子供か。穏やかじゃないね。赤ちゃん、あれ。赤ちゃんだと。いや、紛らわしい。泣いてる子供か。お前もしかしてシンジか。見つけたで。よしよし、どうしてこんなとこ一人でいるんだっぺ。お母さんとお父さんは。一緒に来たのに、ここでお昼寝してたらいなくなっちゃった。この子、運悪く迷い込んじゃったみたいだね。ここは異世界かどこかってことか。可能性ありですね。 GPS も機能しないみたいです。とりあえず動物園を歩き出す一同。しんちゃんは今日どんな動物さん見たの。ね、ライオンさんとお猿さんと。おお、あんこのやつ精神年齢が一緒か。動物園楽しかった。うん、みんな寝てたからわかんない。確かにお目当ての動物って大体寝てるな。動物はほとんどが夜行性ですからね。写真見る。ブレブレだっぺ。これもあるあるですね。お姉ちゃん、ママみたいに優しいね。そんなことあ、やばい。あんこさんは褒められると、どこでも構わずリコーダーをかき鳴らしてしまうんです。わー、笛吹くの上手。ストップ。てか、しんちゃん動物大好きなんだね。うん、でもまだちょっとしか見てなかったんだ。うん、よし、せっかくだしわしらと動物園見てくか。ちょっと赤羽さん、任務中ですよ。僕もバクとか見たい。クセ強、あんこさんまで。ねえお兄ちゃん、あれなんて動物。うん、ドイツじゃ。うにゃにゃにゃーん。わー、なにこれ。ツンツン、ドラなんとかに出てくるキャラみたいだべ。モフモフ。あんこさん、危ないですよ。っていうかお前、よく触れるな。あにゃあにゃ。あ、ノート。何が書いてあるんじゃ。なになに。この動物園は私が生み出した変異動物たちの楽園だ。地球とつながるワープ装置も地下に作った。たまに誤作動するが、地下への鍵は園内に隠したから安心だ。ケッ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 。だって。どういうことじゃ。博士的な人が作ったワープ装置の誤作動にしんちゃんは巻き込まれたんだって。ならそれをぶっ壊せばいいのか。壊すじゃなく、入れば元の世界に戻れるんですかね。ならまずは地下に行くための鍵を探さないと。うわー、なんじゃ。象的な何か。しんちゃんから目を離さないようにしないと。分かっとる、リトライ。こうして気をつけて動物園を進むも、390回目。赤バッチ、猿的なのがそっち行った。ゲッゲー。猿一匹程度ならぶった切ってやる。いや、30匹くらいいる。ぶった切って。うわー、多すぎちゃ。513回目。何度もリトライしながら確実に進む。あ、草むらに怪しい影発見じゃ。変な形だべな。お兄ちゃん、何かこっちに来るよ。今度は何じゃ。
走るウサギだ。おお、怖いよ。シンジを守りながらあの数は無理じゃ。逃げるぞ。あーよー、キモカワってやつかな。音に反応してるみたいです。そして30分後。はぁ、なんとか巻いたな。ウサギさん、あんまり足速くなかったね。しつこかったけどね。で、ここに都合よくあるのが地下への入り口と。開けるぞ。なんじゃ、なんか奥で光ってるな。術中ハック、あれがワープ装置で間違いなさそうだね。ってことはあれを壊せばいいんじゃな。壊さずあれで戻りましょう。でもさ、こういう場所って大体ボスがいるんだけど。うわっ、なんじゃこのでかいの。しんちゃん、見ちゃダメだ。あいつ、他の動物を捕食している。動物園で猫か。何、少しがっかりしてるんですか。そんなことより先手必勝じゃ。ぶった切れ。ずるいぞ。しかしそんなに甘くはなかった。ちょっと二人、爪が伸びるのは計算外だったべ。喋るな、リトライ。気をつけてくださいよ、二人で死んでしまったら巻き戻せないですからね。はーい。まだまだ、ラノくんない。赤ちゃんもすごいけど、あれじゃまともに近づくこともできないべ。その後も苦戦を強いられる。885回目。僕がおとりになるから、そのうちによろしく。おいおい、なんかすごい格好で追いかけてきた。そのうちどころじゃないな。919回目。くそ、どうするあんこ。思った以上に強敵だっぺな。二人ともリトライアイの使いすぎに注意してくださいね。それは精神的ダメージを大きく受けてしまうから。お兄ちゃんもお姉ちゃんもすごく疲れてるみたい。僕にも何かできることないかな。あ、お姉ちゃん、こんなの見つけたよ。小型の麻酔銃、猛獣用のですね。いいねこれ、使え。あ、か、やべ。うん、ピンチだ。赤ちゃん寝ちゃったよ。眠りのなんとかってやつだね。あんこさんのせいですよ。うん、あんこのリコーダーの音でウサギを呼び寄せるんじゃ。何、こんな時でも寝言で作戦を立ててる。さすがだよ君は。いやいや、ちょっと待て、確かにその手があったか。明暗だよ赤ちゃん。うん、わしに任しとけ。本当に大丈夫なんですか。寝言ですよあれ。他に手はないんだし、やらない後悔よりやる後悔だって。リトライ。よし、行くぞ。どうしたんじゃ意気揚々と。変な猫討伐作戦ベートだ。まずは僕が先行して十分距離を取ったら。お姉ちゃんかっこいい、ヒーローみたい。おい、そんなこと言ったら。お、いや、そうなるだろ。ただその響き渡る音で赤羽さん、音に敏感なウサギの群れがかけてきます。なに、ウサギはそんなに速くないですが、これだけ足元でわちゃわちゃされたら動きづらそうですね。なるほど、これなら隙だらけ。いい作戦じゃあんこ、バージョンアップ。ボアだ、全部まとめて一網打尽じゃ。そー、こうしてワープ装置を守る猫を撃破。行くぞ、元の世界に戻る。あれ、お姉ちゃんは。どけろ。あ、やば、まだあの状態でしたね。急いだ方がいいかもしれません。他の動物たちも押し寄せてくるかも。行くぞあんこ、飛び込め。うわ、シンジ、次はどの動物見たい。うんとね、大きい猫さ。大きい猫、ライオンのことかな。違うよ、こっちの世界では時間が経ってなくてよかったな。これで任務完了ですね。しんちゃんも本物の動物園回れてめでたしめでたし。おいあんこ。うっ、やばば、麻酔銃で撃ったの怒られるかな。今回はお前の作戦のおかげでいろいろ助かったぞ、少しは認めて。あ、赤ちゃん。ちょっと待て、やっぱその呼び方腹立つわ。二人とも仲がいいってことにしときましょうか。
ご視聴ありがとうございました。とりあえずリトライしてもう一回見よっと。チャンネル登録とコメントもぜひ。